皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回は怪我をした後の応急処置のお話させていただきたいと思います。よく皆さん聞いたことがあるのはライスと呼ばれる処置だと思います。 R はレスト、休息、 I はアイス、冷やすことですね、冷却、 C はコンプレッション、患部を圧迫すること、E はエレベーション、心臓より高い位置に怪我をした箇所を上げておく。この4つの頭文字を取ってライスと呼ばれたりしますけども、長い間このライスという処置が怪我をした後の最初のね応急処置としては適切なんじゃないかというふうに言われていたんですけども、まあ最近といっても結構前からなんですけども、このライスの処置が実は不適切なんじゃないかと、逆効果だったんじゃないかっていうことが言われ始めてきまして、そのライスにとって代わるより良い応急処置の方法として提唱されているのが、これも処置のね頭文字を取ってピース&ラブって言ったりします。平和と愛が世界を救うじゃないですけども、今回はその新しいね応急処置の方法ピース&ラブというのがどういうものかっていうのをご紹介させていただければと思います。ではまずですね、ピース&ラブの処置のね説明に行く前に、なぜこのライスの処置が不適切というわけではないんですけども、ライスよりも効果的な処置の方法があるっていうふうに言われるようになったのか、その理由についてお話をさせていただければと思います。このライスの問題点なんですが、このねライスの処置すべてがダメだというわけではありません。まあ、患部を圧迫したりとか安静にしたり高く上げたりっていうのは、まあ、非常に効果的な処置で、まあ、今でもですねスポーツの現場で広く使われているものなんですけども、患部を冷やすこの処置が実は逆効果だったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。まあ、怪我した患部っていうのは炎症を起こしています。まあ、この内出血で腫れたりとか熱を持って触るとちょっと熱かったり、そういう経験がある方いらっしゃると思うんですけども、そういった炎症を冷やすことで、まあ、抑えてあげる、これで治りが早くなるんじゃないかっていうふうに言われてたのが昔のことなんですけども、実は最近の研究で、まあ、冷やすことで炎症が収まるのは確かなんだけども、実はこの炎症っていうのが怪我したところを早く治せっていうようなこう指令になっていて、炎症を冷やして無理やり抑えてしまうことで逆にですね怪我したところを治しましょうねっていう指令が出なくなってしまって治りが遅くなってしまうんじゃないかっていうふうに言われて、このライスよりももっと適切な処置があるんじゃないですかっていうふうに言われ出したのがこの新しい処置につながるんですけども、新しい処置として提唱されているピース&ラブ、これはどういう処置なのかっていうのを今から説明をしていきます。まずですねピースの P ですねはプロテクション、これは患部を保護するっていうことですね。まあ分かると思うんですけども、包帯巻いたりとか、添え木を当てたりするとかね、まあ、ギブスをするとか、まあそういうことですね。ピースの E、これはエレベーション、高く上げる。これはライスと一緒ですね。ピースの A、これはアボイドアンチインフラマトリーズ。英語だと何のことかよくわからないと思うんですけども、日本語にすると鎮痛剤を取らない、避けるということになります。痛み止めですよね。怪我してね、あ痛いなっていう時に痛み止め飲む方結構いらっしゃると思います。私もこうちょっとね腰痛めたりとか肩が痛い時、どうしても我慢できない時なんかは痛み止め飲んだりするんですけども、そうやって痛み止めを飲んでしまうとまたね患部を冷やした時のように炎症を無理やり抑えてしまうんで、怪我した箇所を治そうという指令がね届きにくくなってしまうんですね。ということで痛いけどもそこは早く治したいんであれば痛み止めはなるべく飲まない方がいいですよということです。でピースの C、 これはコンプレッション、圧迫をするということです。これもライスと一緒です。そして最後の E なんですけども、エデュケーション、教育をするということになってます。教育をするというのはどういうことかと言いますと、自分がやってしまった怪我に対してこの怪我にはどういう治療法が適切なんだろうかとか、どういう薬は飲んでよくてどういう薬は飲まない方がいいのかっていうことをしっかり自分で勉強して対処法を学んでいきましょうっていうことですね。怪我をした時にもう全部お医者様に丸投げ、あとトレーナーさんに丸投げしてしまって、もう自分では何も勉強しない、完全に受け身の状態だとなかなか
かなか回復も早くなりません。まあ、基本的にはね、お医者様とかトレーナーさんの指示に従うっていうのは大前提なんですけども、その上で自身の怪我とかその対処法についてしっかり勉強していくということも素早い回復のためには必要だと言われています。で、ここまでピースというのが怪我をした直後の応急処置についてのアドバイスになります。で、この次のラブについては、怪我をして、数日経った後のですね、ちょっと痛みが引いてきて回復し始めた時に心がけていただきたいことを表しています。で、最初の L はロード、負荷になります。これは日常生活そして競技に復帰できるように無理のない範囲で徐々に体に負荷をかけていきましょう。要するにリハビリですよね。適切な指導の下でしっかりリハビリを早い段階で入れていけば、その分復帰が早くなりますので、休むだけじゃなくて痛みが引いてきたら、痛みが出ない範囲でですけどね、できる運動をしっかりやって早い段階でリハビリをやっていきましょうということです。ラブの O というのがオプティミズム、これは日本語にすると楽観的な考え方、楽観思考と言います。病は気からなんてよく言ったりしますけども、この怪我もいつまで治らないのかな、いやひょっとしたらもう一生治らないんじゃないか、もう競技に復帰できないんじゃないか、そんなネガティブな考え方で言うと治るものも治らなかったりします。もうこんなに良くなったとかですね、もうこれだけ良くなったらもうすぐ競技にも復帰できるだろうとか、この怪我がちゃんと治ったらまた怪我をする前と同じレベルでしっかり競技できるだろう、運動できるだろうっていうようなポジティブな考えをしっかり持つことで、競技への復帰とかですね、怪我からの回復が早くなりますよということです。そして次の V なんですけども、バスキュラリゼーションということになります。日本語にすると血流を促進するということになります。怪我の回復に必要な栄養っていうのは血液に乗って運ばれていくものなので、しっかり血行を良くしてあげることで、その分ですね、怪我をした患部にもしっかり栄養が行き届いて回復が早くなります。これも最初のね、ロード、負荷をかけることと一緒で、痛みが出てはいけないんですけども、痛みが出ない範囲で20分ぐらいの有酸素運動、歩いたりとかエアロバイクを漕いだりとか、そういうので痛みが出るような方はプールの中で歩いたりとかですね、何らかの形で軽い有酸素運動を行って血行を上げてあげる、こういうことも回復を早めるために効果的な手段です。そして最後の E なんですけども、これはエクササイズ、運動をするということですね。これは最初の L、 ロード、負荷をかけることと被ってる部分もあると思うんですけども、こちらのエクササイズに関してはより競技への復帰をこう意識した運動になるというふうに捉えられると思います。ストレッチだとか競技に復帰するための補強的な筋トレ、本格的な器具を使った筋トレですとか、そういったね、競技の復帰に向けた本格的なリハビリとか、その怪我のね、元となった筋力のアンバランスなところをウェイトトレーニングで重点的に直していく、潰していく、そういったね、運動も積極的に取り入れていくことで競技への復帰、日常生活への復帰というのが早まっていきますよということです。要するに従来の応急処置ではこの冷やすということが重視されてきたんですけども、実はこの冷やすことでかえってですね、怪我からの回復を遅らせてしまっていたということが分かって、じゃあその冷やすということを取り除いて新しい処置の方法を実践していきましょうというのが今回のお話でした。もちろんね、そういうのは効果的な場面もあったりします。とにかくもうすぐにでも炎症を取り除いて痛みを和らげてあげたい時なんていうのもあったりします。試合がね、続いて一刻でも早くね、回復させたい時とかね、試合中にちょっと怪我をしてしまってなんとか試合中に復帰をしたい、そんな時とかですね、そういう時にはアイシングなんかも非常に効果的だと思います。なので患部を冷やすことが必ずしもね、悪いわけではないんですけども、それよりも実は効果的な方法があるんじゃないかっていうのが今の主流になってきてるんだっていうことは覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてください。この話が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。